こんにちは。壊れた、鏡が壊れた。もう何なの、なんでこんなさ、いつも鏡壊れてんの。いつも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 鏡が壊れてる。どうしろっていうの。まあ私は鏡を壊しやすいっていうのを知ってるので予備があります。もう暑すぎる。まったくフェーだよ、フェー。ちょっと化粧水が乾燥するのを待って、みんな通報しろ。この人、通報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 。何これ、人また来たの。暇だね、ほんと。暇さえあればユウの配信見に来るやん。好きだね、私のこと。なんか私がこの
ゆうなの悪口を言ってくる人のことを嫌って通報したりミュートしたりするのは違うと思うんだよね。みんながしてください。他力本願なのも重々承知なんですけど、こっちが拒んではもしかしたら嫌いだったのが好きになってくれるかもしれないのに、こっちから拒絶するのは良くないなと思います。私は何もしません。ほっときます。あともうなんか見るからにアンチコメントなのが面白いから泳がせる。楽しくない？なんかなかなかいないんですよ。私に直接嫌いって言ってくる人、まあ陰でなんか言われるのはあるんですけど、妹の方が可愛いねとかそれはあるんですけど、なんか直接言われるのが面白くてほったらかしてます。私は通報しないのでどんどんコメントしちゃうよね。楽しい。そうそう、嫌いなら来なきゃ。まあ嫌いも好きのうちって言いますよね。本当に嫌いだったらさ関わらなきゃいいのにさ、わざわざ言うのさ、ルーム来てさコメントしてくれちゃうなんて、もう好きやん言うのこと。ありがとう。楽しい。ね、新潟暑いね。もう冷房だよね。でも今日はまだ冷房つけてない。冷房ね、もう勝手につけてるよ私は。寝るときにつけるとか。ねえ、病院って待ちくたびれるよね。ゆうもさよく病院行くゆうよく病院行くから分かる。4時間とか待つよね。
そう、私はその血液検査とかするとさ、やっぱりさ、その血液検査の結果を出すのに時間がかかるのとっていうのでさ、予約取っていってるのよ。そうなんだけどね、何なんだろう。何も出てないなって思ったらシールが貼られて、採血は自分の血管に針を刺されるっていう行為が面白いから、あとなんかその取る人によって、あ、こっち側の血管から行くタイプねとか考えて楽しい。多分めっちゃ変わってる人間だと思う、そんなのは。変だよね、変だとは思う。なんかあの左手の中央のここに刺す人もいれば、ここら辺刺す人もいるのね。ああ、へえと思いながら見て、献血しないな、こんにちは。針刺すとこ見てるよ。なんならさ、あのさ、試験管みたいな、あのこれが何々を見る血液用ボトルで、これがこの検査の血液用ボトルでって、なんか5本ぐらいさ、こう採取される時あるじゃん。それをこう看護師さんがこう針を押さえながらってやってるのも見るの好き。血管が、自分の血管が太いのか細いのかはちょっと分かんないんだけど、ただ多分めっちゃ取りにくいんだと思う。いつも苦戦してる看護師さん。
うん、痛みは大丈夫です。そう、あざできるんよね私。失敗されちゃって。ねえ、喧嘩買った方がいい？もううざいんだけど。やっぱミュートにする方がいいのかな。しないけど、よ読まれるまでさ送ってくんのやめてくんない？好きだね本当に。というかさ、え、何歳？こうアンチコメント送ってくる人さ何歳なの？さっきももちゃんとこにいた。マジな、どういうコメントすんの？今私のところに来て昇格組に勝てることあんのとか聞いてくるけど、ももちゃんにはどんな質問してるの？え、ももちゃんに質問することある？そんな嫌なコメントすることある？アンチコメントの人何歳？私の何倍生きてんだよ。まず自分の自己紹介してから嫌なこととか悪口とかは言いましょうね。そもそもさ誰のファンなんだろうね。ファンじゃないのか。まずなんか昇格組と比べてるったりけどさ、その3人のことが好きなのかな。私のロック魂に火がつくんですけど、自分の話になった瞬間さ出てこないやん。ダッサ、男気ないな。戦ってくれりゃいいのによ。弱いものいじめ楽しいって思ってるタイプね。ダサすぎる。たい焼き一緒に投げましょう。お願いします。おもろ、超おもろいやん。
失敗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 、左目おかしい左目おかしい。ママに大人になりなさいって言われたけど、だってなんか性格がさ、こういうのに、っていうかさ、私さ、服の袖じゃない、服の裾掴んでさ、もじもじしてたんだけど、お誕生日会でアンチの喧嘩を買うような人間になってしまったのか。あの頃のおとなしいポキはどこに行ったんでしょうか。あ、そうです、アンチコメ来ました、イエーイ。もう何なの、いなくなりましたから、ゆっくりメイクができます。ありがとうございます。そうなんですよ、ちょっと皆さんが思ってる以上に私ってロックかもしれない。やっぱ KMT はね、ずっと前からけど、知ってると思うけど、私がこういう人間だっていうこと。それでね、ユーナよりもね、ユーナよりもみんなの方がね、ドキドキするんだよ、ハラハラするの。なんかすごいブサイク、どうしよう。いつもそんな可愛いわけじゃないけどさ、なんかブサイク。
明日ポキちゃんのうちは、待ってる、ありがとう。明日がひなさん16が自分で17日ポキちゃんと誕生日が連続して、おめでとう。あと私は3日とかで、16日から17日にかけてやると思うよ。また夜に、夜にね。こんなもんですかね。やばやばやば。切ったね切ったね。なんかさ、インスタライブもさやりたいって思ってるの、思ってるというかやってほしいって皆さんに言われて、本当に自信がない。あのみんなが見に来てくれる自信もないし、ファンが増える自信もないし、あ違う、フォロワーが増える自信もないし、あとインスタライブってさ、もうさあのリアルタイムでさ今見てる人数がわかるじゃん。あれやだな。なんか虫が向かってきたんだけど、じゃあ今見に来てくれてる人たちはみんなゆうのインスタライブ来るって約束してね。そしたら何人は確実？
30人くらい来てくれるかな。まだフォローしてなかった。どういうこと？インスタンフォローお待ちしております。100いないでしょう。私のために貴重な時間を使ってくれるファンの方、なんでそんなに自変ないファンが少ないと思う。私は昨日ね、あの YouTube でめっちゃ調べたの、あのピーマンについて。体操じゃなくてピーマンマンだった多分。待ってないよ。でもちょっと待って、覚えられてないまだ歌。お誕生日おめでとう、ありがとう。あと3日後なんですけど、3日後も来てください、ぜひ。そうね、背景がもう背景がもうハッピーバースデーの飾りになっている。
ありがとうございます。まずはまっすぐにする。お誕生日の前に父の日、確かに。熊にいいコンシーラーとかないのかな。熊ってさ緑なのかな。だとしたら ピンクとか黄色のコンシーラーがいいのかな。ルームのフォロワーさんの方が多いんだよね。これ本当にさ、ここの前がどこの毛かわかんない。ポキちゃんね、色白じゃないんよ、実は。結構黄色系。結構黄色系の色してる。ユーハはね白い、ユーハ白いよ。でもなんか顔とか腕の色と足の色が違うって自分でも言ってる。なんかちょっと血流が悪いらしいよ足のなんか本当に血流が悪い色してる。ユハさーとか言って、なんか足めっちゃブルベなんだけどさーとか言ってるよ。あ、そう、末端冷え性だよ、ユーハ。なんかペタってユーハの足触ると、あ、それはちょっとキモいから撤回。ちょっと触れた時、ピッて触れちゃった時とかなんか冷たいんだよね、足。かわいそうじゃない、心配になる。
触ってんのバレバレ。え、そうだよね。内緒だよ。言わないでね、言う母に。手が冷たい人は心が温かい。え、そうだよね。私手めっちゃ温かいんだよね。心冷たいのかな。心がない。ハグしてるんでしょ。はい、そうですね、ハグしてますね。もういつもいつもです。私握手会心配なんだけど、熱すぎて手が。もうユハはマジでみんなが思ってる通りの、もうほんと裏表なくて優しい可愛い子だから。できましたので固めます。昨日買ったカチカチシュこの粉がね、細かいんですよね。あ、つけすぎた。いつもつけすぎてます。キラキラシューとカチカチシュー使ってます。はい、できました。では壇上読みます。できます。13位パックさん、ありがとうございます。12位あかりちゃんさん、ありがとうございます。11位ビッグさん、ありがとうございます。10位太郎さん、ありがとうございます。9位カジュポンさん、ありがとうございます。8位市田さん、ありがとうございます。7位タカタンさん、ありがとうございます。6位健山さん、ありがとうございます。5位トマオさん、ありがとうございます。4位山ありさん、ありがとうございます。3位ハマッピさん、ありがとうございます。2位リュウさん、ありがとうございます。1位マコイモさん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。じゃあね、また夜ね。ごきげんよう。バイ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 。イエーイ。